おはようございます、アシックサです。今日はスニーカーズチャレンジで当選した戦利品を紹介する動画です。これは軽いんで私のではありませんが、スニーカーズチャレンジの当選品です。でーん、見てください、この箱のテカリすごいですね。1月15日のスニーカーズの当選品になるんですが、私のサイズではありません。ここにハンコついてるの分かるかな。おお、ここに冗談いました。すごいですね、このテカリ具合。はあ、結構この度数はあると思ってたんですけれど、多分数はあったんでしょうね。で、意外にこの小さいサイズっていうのが人気なかったのかな。うん、買えだっつうことはそういうことなんでしょうね。そしてスニーカーのこの内側に刺繍されてるんですが、読めません。こう、なんか書いてます。やっぱり読めません。読めなくてもはげればね、いいと思うんですよ。いや、かっこいいな、これな。そして安定の黒タグついで、替えの紐ついてます。嫁のでもくれば嬉しいもんですね。いや、このテカリ具合が何とも言えないね。テカってるバージョンです。いや、嫁の当選品もいいんですけど、この長に書いてるこの字、読める人いますか？これなんて書いてるんですかね。読めません。やっぱりこの一番のお気に入りがこのテカリ箱。スニーカーもテカってるんですけども、この箱もテカってました。テッカリテッカリですよ。そして裏までテカってるっていう、すごいですね。スニーカーズの戦利品動画でした。ありがとうございました。